の祝福が何時らの行く道に常しえにあらぬ。この後、アルケイディアが陸、空、双方からの同時攻撃を開始すれば、ナブディスが落ちた。何？父は、わかりません、ラスラ様。ナブディスが落ちたとなると、アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。アルビナンには私が行こう。ご一緒させてください。の加護をそなたらに。ありがたき幸せ。父の肉体は大いなる父の祝福を
第一エーゴは、汝の魂は母なる女神のもと安らぎの時を迎える。ファー。ラスラ・ヘイオス・ナブラディア殿下の戦死はダルマスカ王国を見舞った悲劇の一つに過ぎなかった。王女アーシェ殿下の結婚がもたらした希望は失われ、ダルマスカは時代の荒波に飲まれようとしていた。東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、継いで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北でダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラミナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王都ラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。おい、大丈夫か？しっかりしろ。だから言ったんだ、足でまといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。ああ、レックス、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。平気か、レックス。はい、大丈夫です。レックス、君は何歳だ。17歳です。そうか、両親。父と母は死にました。二つ下の弟がラバナスタにいるだけです。すまないな、君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ、祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞ、バッシュ。おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下のもとへ行かねばならん。ああ、分かっている。行くぞ、あそこだ。ボスら行け、ここは俺たちが食い止める。焦るな、レックス。慌てずゆっくりやればできる。行くぞ。
波動よ。冗談じゃねえぞ。アントワンよりアントリオン、発動損傷、オイラが潮時だ。アントリオン巡回、よくやったアントワン、交代を阻止。ありがてえ、アントワン、離脱する。どこにいる？まさかアズラス将軍まで。バカなことを言うな。ゴースラはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こんなところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか？無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんさ。でも調印式が終わっていたら。
うしてあなたが、なぜこんなことを。陛下はダルマスカを奴らに売り渡そうとして、陛下は売国奴。売国奴。ここを捕らえる。和平交渉もこれで芝居だな。我々は無条件降伏などせん。陛下は誰ますかを貴様たちに売り渡す売国奴だ。戦争は終わったのだよ将軍。誰ますかは我が帝国に敗れて、だが我々は誰ますかに敬意を払い、それなりの主権を残そうと努力していたのだ。それもすべて将軍、君のせいで台無しだ。我々は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。和平の道は断たれ、侵攻を再開した帝国軍は王都ラバナスタに迫った。ダルマスカの命運は消したのである。もはや抵抗は無意味であった。サル筋から入手した情報に基づき、私はダルマスカ国民へ呼びかけた。徹底抗戦を唱え、ラミナス陛下を暗殺したバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍は大逆犯として処刑された。未だ戦いを望む者は将軍の同類である。ダルマスカを滅亡へと導く恥ずべき反逆者である。真の愛国者よ、剣を捨て祈りを捧げよ。平和を望んだラミナス陛下の慈悲深き魂に、そしてまた祖国の敗北を嘆いて自ら命を絶ったアーシェ殿下の誇り高き魂に。王家を失ったダルマスカはほどなく無条件降伏を受け入れた。